ちゃめちゃかっこいいね。それなんていうコードなの？2020年夏、新型コロナウイルスの影響により活動の場を制限された芸術家を支援する事業、アートにエールを東京プロジェクトの募集が始まった。うん、ああ後半の方がいいな。うんうんうん、うわおしゃれ。そこで僕はかねてから構想を練っていた夏目漱石の小説三四郎の世界を現代を舞台に曲を作り応募することにした。なんとなく自分が分かれば大丈夫です。普段はアコースティックギターでコード進行を作り、その中でメロディーをつけていたんですが、入るとこだね、自分のコードの癖がどうしても出てしまうので、メロディーを先に作ってプロピアニストの近藤真里奈さんにピアノでコード進行を考えてもらった。うん、OK。 A メロはこの辺でやればいいですか？うん、A メロは音を追えばいいですか？あのアルペジョっぽくするか、うん、とか、あと、あー、そうだね、サビをこう刻むか。サビ刻みたいな。今の低音で刻むのはかっこいいね。こうでじゃなくて刻む方がいいですか？いやどっちもかっこいいな、それ両方かっこいいから悩ましいところだな。まず A メロに関しては最初は本当、実は三四郎元に曲を作るのは今回で2回目。僕がデビューしたバンドサンサロのアマチュア時代、20代の頃ボラプチュアスというかなり陽気でポップな曲を作っていました。20年で同じ小説を読んでも感じ方がガラリと変わるもんですね。どっちがダイナミクスってあるのかな、刻むのと最後のサビって。無事に僕の企画が採択され、8月1日、長かった梅雨が明け、心配された天気も祈りが通じ、ミュージックビデオの撮影が行われた。主演の三四郎役には僕のレーベルスタジオサンチークの期待の若手シンガーソングライター戸田雄大くんが見事に演じてくれた。カット。別。物語は三四郎が汽車の中で偶然知り合った女性と同じ宿に泊まる場面があり、気が弱いので女性の申し出を断ることができず、同じく気の弱さのせいで宿の人に別々の部屋に泊まりたいと告げることもできず、その上気の弱さのせいで何事もなく翌日を迎えてしまう。そしてその女性に決定的な宣告をされてしまいます。あなたはよっぽど度胸のない方ですね。思いもよらない言葉を告げられたこの場面からこのミュージックビデオはスタートする。カット、 OK。 で、同じく汽車の中で出会い、東京でお世話になることになる広田先生の役には僕の曲 Still Growing Up のミュージックビデオで脚本、監督、主演をしてくださった演出家で俳優の浜本信弘さんが引き受けてくれた。ヒロイン役にはこの曲のピアノとアレンジを担当してくれた近藤真里奈さんにお願いをしたところ、原作里見峰子さんの持つどこか不思議で儚げで魅力的な峰子を見事に演じてくださいました。峰子さんを一応峰子さんここに峰子さん髪の毛ちょっと入ったぐらいがいい。耳、片耳かけて、うん、そっち側、はい。よーい、スタート。カット、 OK。 危ない。よーい、スタート。ちょっといいですか？うん。どのタイミングですか？まあ5秒ぐらい、はい、はいって言ったら、うん、ゆっくりゆっくりで、うん。で、まりなちゃんはそのまま絵をずっと、うん、見続ける感じで。主人公小川三四郎の年齢は23歳。三四郎役の戸田くん、そして峰子役のマリナさんはまさにちょうど今23歳であり、最高の配役となりました。
もう一回行こう。ちょっと難しいですね。難しいね。難しいね。よーい、スタート。ちょっと来すぎたね。その辺でわかるじゃん。ちょうどスピードが乗ったんですよ。乗ったのね。ちょうど乗ったね。ちょうど乗った。めっちゃ映るらしいんで。あ、なるほど。演奏シーンでは出来上がった音源の当てぶりにはせず、体内リズムによって生演奏をしてより迫力あるピアノ演奏となりました。実際に演奏となるとマリナさんはプロピアニストとしてのスイッチが入り、表情も演奏もこの物語を見事に奏でてくれました。それでは完成したミュージックビデオ、ストレイ三四郎、ご覧ください。